ゴールキーパー大久保、ディフェンス今日は山内を起用してきました。山内、深川、佐古です。ワンボランチ新里、中盤のナビスが深堀、松原、堂本、水野、ツートップでオタボーケネス、川辺俊太郎という形になるでしょうか。ゴールキーパーが今村、ディフェンスは右から西野、奥田、深湊です。そして内田、吉田、陣平、長谷川、吉田、源太郎、2列目に森川、岩岸、そしてワントップで背番号19番長身の赤星がワントップを務めそうです。セットプレーからというシーンで一度ゴール前を脅かしたサヌキ、一方まだシュートらしいシュートはない岩手グルージャ森岡です。さあここは仕掛けていく吉田陣平、縦に出してシュートはもう一度来る、右足のシュートは決まりました。先制点はサヌキ。アウェーの釜玉アーレ、サヌキ先制。チェックに行ったところから吉田陣平スルーパス、反応して左足、そして跳ね返ってきたボール、今度は右足で森川優輝が決めました。さあいきなりゲームが動きました。さぬきが先制しています。またここも少しずらしてからエリアの中に送ってくる、左足のシュートはポストの左に外れました。追加点かというようなそんなシュートを、最後はミドルを岩岸が狙っていきました。さあスローイン、キャプテンの長谷川に預けます。タボーケネスもここはチェックに行きます。どこでクロスを上げてくるか、左足でクロスを上げてくる、ゴール前触ることはできませんでした。たまたまあるサヌキです。ゴールキーに変わります。ただここも岩岸のクロス、選手のポジションを確認しながらのパスがつながり、さあそして右に出す西野から、さあこのボールクロス、ゴール前に来る、シュートはクロスバーの上、ただコーナーキックはさぬきです。内田からのクロス、非常に高い位置までプレッシャーをかけに来ます。その中でさあ川辺がキープしてパスをつないだ松原、さあ右に出す、ここから仕掛けていけるか、岩手の攻め、一気にドリブル前進、スナイダー、堂本、左足のシュートはポストの右、決定的なシーン。ただ大きな拍手がイバギンスタジアムのスタンドから送ります。途中加入同士、水野の粘り、そして堂本一人かわしての左足。そしてこのボール深川拾う、さあ岩手のセカンドアタック、堂本味方を探す、狭いところでオタボケネス受けて川辺右に出した、仕掛けていけるかどうか、左足シュートはクロスバーの左、ただまたシュートが来ました、水野早田です。受けてそして勝負していきました。1対0サヌキ1点リード、2人同時交代ということにどうやらなりそうです。岩手グルージャ盛岡、さあ縦一気に行って川辺俊太郎、川辺俊太郎、川辺俊太郎、キーパーと一対した、川辺横に出してシュートは決まった、岩手が追いつきました。深堀俊平グルージャ軍初ゴール、同点ゴールが生まれました。ゲームは振り出し。大事な大事な一戦で深堀俊平が決めました。リプレイです。自陣からこのパスに
川辺俊太郎が走り、そして相手を振り切りました。そして川辺、味方の動きを見て冷静にラストパス、深堀俊平。川辺の突破から、そしてそのラストパスをしっかりと左足で決めました。さあ1対1、岩手が追いつきました。追いついた岩手、追いつかれたさぬき、1対1の同点になっています。さあ共に2枚の選手交代、大きく前線へ、そして走る。さあまた川辺が行く、川辺が行く、川辺が行く、川辺が行った、右足のシュートはポストを叩いた。ただ川辺俊太郎、またビッグプレー、そんなシーンでした。ただこれはプレッシャーのかかる中で、そのシュートはポストを叩きました。ベテラン深津光太40歳、そしてさらに同じくベテランの水野。さあさぬきの攻め、さぬきの攻め、横に出して、さあさぬきゴール前、シュートまでいけるか、シュートはポストに当たった。こぼれ球、内田が立ち合いで残す。さあさぬき、今流れは来ているか。江口、横に出してのシュート、グランダー、決まった。さぬき勝ち越し、狭いゾーンを抜けてさぬきのゴールが決まりました。2対1勝ち越し。内田、そして江口、うまくヒールで流して丹羽、丹羽はこれで2試合連続ゴール。コースをうまく変えて、勝ち越しゴールをさぬきが奪いました。キープした、内田から縦川西。さあここはフラッグの前、うまくキープしながら、そして抜け出していく川西、左足シュート、サイドネットです。ただワンタッチありました、コーナーキック。35歳、手はどうにか奪いたい。ゴールキックに変わります。ここで試合終了のホイッスル。2対1、大事な大事なゲーム。18位蒲田マーレさぬき、3連勝、勝ち点3を手にしました。